本当ですか。どうでしょう。はい、絶対勝てる。亀山夢ありますよ皆さん。そうっすね。5時半からスタートになります。接着の時間は1時半。接着は1時半になります。1時半です。今日は、日曜日で、一般団体の方もすごく多いです。あとは1時半です。おはようございます。釣り子 TV です。雨の千葉県亀山ダムに来てみました。ストロンゲストの第2戦。梅雨の雨、何か楽しい釣りができそうですよね。じゃあ頑張ってみます。タックルはね、こんな感じって言ってもちょっと分かりづらいと思うんですけど、ベイト多め、強めタックルできました。いろいろね、巻いたり投げたりやってみたいと思います。さあ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 、始まりました。満水っすね。笹川を登ってきて見ております。よし。こんな雨の日は、ジグスト、コンツアージグに、ブルフラットの 4.8。チャターベイト、
これちょっと古い竿だけど、スーパーノバ XT ってエバーグリーンのね、コンバットスティックになるのかな、タクティクス、コンバットスティックタクティクスのね、クランクとかやるためのね、にいいって竿だけど、こうわけわかんない時にとにかくチャターとかね、食ったら乗せてそんでばらさないっていう、そういう展開の時にこれがあると結構ね、チャター展開の時とかね、亀山だとすごいね、この竿活躍してくれる。結構ね、50近い魚とかもね、グイングインにね、先端はこのベランベランなんだけど、バットがしっかりと残るからね、バラさないで釣れてくれちゃうっていう。
しゃ。ブルフラット黒。いやでけえぞ。いやいいとこかかってる。ブルフラットにでっかいの来ましたよ。いやー大会中の嬉しいファイイエーイ。はい、今ねちょっと溜まったビルジを抜きながら、そこのねなんか奥に流れ出しがあって、で濁り水がちょっと入ってきてるんですけど、それのここら辺が境目に当たるのかな、そこら辺をねブルフラットのテキサスリグでふわふわとね漂わして、結構もうボート際までなんだろう、ジグストじゃないけど、まあ なんていうんですかね、あのテキサスリグのミドストみたいな感じで上面をこうバタバタ泳がしていたら、もうね切ったくるのが見えましたね。だから結構大きなバスは浮いていて、なんか要所要所のいいところで捕食体制に入っているのかなっていうね、そんな感じだと思います。いやー朝のねまだ7時前だからね、このタイミングでこのサイズが1匹釣れるのって本当ありがたいね。あと30センチ、まあ35センチぐらいのなんとか2匹ね釣ることができれば結構上狙えるんじゃないかな、ね、H1 グランプリで向こう方面はね結構ごった返してると思うので、比較的どうだろう、笹川筋はね予想通りちょっとまだね朝一空いてるんで、このタイミングでしっかりとね釣っていきたいと思います。チビーブルでなんとか30センチオーバー2匹、ね、これを狙ってきますよ。ラッキーショットかありがとうございます。よっしゃ、いや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 、ビーブルー、はい、ビーブルに来ましたよね。えクリクリクリーっていうね元気なあたりでした。イエイビーブル。イチゴよイチゴよイチゴよ、30、26、ありがとう。おい、どうですか今日は。揃いました。マジっすかゲイリー山本っすか、はい、すげえなー、ありがとうございます。なんだよもう3匹持ってんだよすげえなー。
神様だな。あ、どうぞどうぞどうぞ。よいしょ。なんとか三重キーパーなんで、やっと。もう25で。やっと釣れたっす。よかった。先週じゃないか、ハイドアップカップでいただいたスタッカーの、ツインテールになるのかな、スタッカーワイドのこういうやつ。
魚だ。よっしゃ。よはい、またまたタッカーのね、ツインテールのやつ、ギリキーパー嬉しい、ありがとう。よし、ハイドアップカップでもらったスタッカー、いい仕事してますね。 7g の、これね、ゴロスっていうシンカーで、フリーリグペグ止めなしでふわふわさしてたら、クン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 ってね、気持ちいいバイトが出る。結構土茶濁りだけど、で表層で追いかけ回してるけど、なんかしっかりめにやるとバイト出ますね。このパターンできたらな、贅沢言えば40ぐらいのサイズだと嬉しいんだけど。でもこうね、最近あの表層とか岸際パターンではね、20センチから25センチのもう金太郎飴になっちゃうから、ちょっとねベイトタックルで少し強めな展開を入れてみております。なんかこういう引っかかりに絡んだらもたれかけさせて、ギルだよーって感じで誘ってやる。はい、というわけで珍しくいいのが1本入っておりますね。何位でしょうか。じゃあ帰着したいと思います。田中さん、多いの入ってる。田中光一君、何番目ぐらい行きました。え、おお、いいの出てきてるね。3本、リミットメイク、3本写真です。2240。おお、これ測りましょうか。2本のものすげーで、1本の大きさ49ですね。はい、よいしょ、49。うん、じゃあ、2本持てれば。久保さんどこ、下の方だったと思う。下の方だった。あ、いや、はい、OK です。久しぶりのオープンテーマブルブラットフィッカル。お疲れ様です。いったーねえ、久しぶりに引くサイズ49センチ、1600ちょいちょい、イエーイね。じゃあ逃がしてあげます。逃がすよ。おお、ありがとう。うわー、これまたですか。またですか、ゲイリーの人。これを持っていただいてもいいですか。はい、よいしょ。またですか。どうでしょう。絶対勝てない。絶対勝てないパターンだ。うわー、4月と同じ場所にいて、多分プリなんですよ。半プリなのかな。いや、でも綺麗な魚体ですね。そうですね。おー、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 おー
何歩ぐらいの重さになったんですか。どれでしたっけ、4200とかでしたっけ。4000超えでした。てかこれが2000ちょいだったんで。いやー、なんとなくさっきお話はちょっと伺ったんですけど、はい、詳細は大会に向けて言えないこともあるけど、はい、ちょっとそうですね、これだいぶ強いんで秘密にした。ただあるゲイリーワームです。そうです、そうなんです。前回はピンテールでしたもんね。前回ピンテールでしたね、はい、それとは違う何か。そうっす、濁ってるんで、ちょっと違うやつで。じゃあそのパターンが完璧に構築されたら、それも SNS とかで教えてもらえるってことなんですね。やっていこうかなと。はい、いやー、亀山夢ありますよ皆さん。そうっすね。54センチ、54センチ。てかもう同じ場所で今年3、4本目ですね、50アップ。いや、今日 H1 も同時開催だったから結構混雑してる中で、うん、ああ、けど初っ端で行ったんですよ。はい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 、いい夢見させてもらいました。ありがとうございます。ありがとうございます。フロンゲスト第2戦、表彰式を始めたいと思います。じゃあ今日はお疲れ様でした。雨の中。かなり強い雨の中、皆さん頑張っていただいて、なかなかキーパー30センチの壁が大変だなんていう話があったんですが、上位の方はかなりいい魚を持ち込んでくれました。5位から発表したいと思います。呼ばれた方は、前に出てきてください。5位、石川浩二さん、1710g。 浩二やったやった、工事やった。工事いいぞ。4位、鈴木さん、1785g。 おめでとうございます。じゃあここから3位です。3位、馬場康介さん、1885g です。馬場ちゃん、あれがあるよ。販売座かぶんねえべ。商品券。はい、じゃんけん。はげてる。はい。二つかぶっちゃった。ここから2キロ超えますね。何言ってんの。2位、田中浩一さん、2240g です。おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。では、ザ・ストロンゲスト第2戦、優勝、ぶっちぎりですね。1位が宮内康介さん、4225g。 もう異次元ですね。どこにいたの。ビッグフィッシュ賞の 54cm、 2600。素晴らしいです。ありがとうございます。では5位の石川さんから、今日の釣りを、皆さん気になっていると思いますので、教えてください。気になってねえぞ石川さん、お願いします。なんか気になってないとかって気になってるよ。お疲れ様です。今日は、朝市も笹川の広瀬のとこですね、目指して、行きました。結構濁っているのと流れがあったので、まあ、クランクとかで釣れるかなと思って行ったんですけども、釣れなかったんですけども、シャットで、のんきを3、4本ぐらい、あとトップメガバスのポップ X ジュニアですかね、で結構釣れたんですけど、みんなのんきです。で10時半、11時ぐらいに、もう諦めて、野村の人は結構釣ってたんですけども、自分にはいいサイズ入らなくて下ってきて、シャットをずっと流して柳島ですか、残り、15分か20分ぐらいですかね、で、49cm、1本だけ、シャットラップで、釣れました。で以上です、はい、ありがとうございます。最近亀山はかなりフィーディングしてきてて、なかなか難しい魚がいるなっていう私印象なんですが、石川さんライブスコープとか持ってないじゃないですか。はい、持ってないです。シャットとポップ X、はい、どんな感じで使うんですか。どんな感じ、ただ本当ベビーポップ X は本当ボイルがあったとこに投げて音を大きめに出してちょっと待ってると下からボンって
来るような感じですからね。結構あの前は、ホローベリーとか使ってたんですけど飛距離が出ないので、はい、距離の出る、ベビーポップ X で、遠くからでもボイル打ちできるので結構好きで使ってます、はい。でもシャットはもうなんだ、ただ投げて巻く、魚がいるなっていう感じのとこに、投げて巻くみたいな感じです。もう、はい、素晴らしいです。いや、たまたまです。なかなか真似できないです。ラインは何使ってるんですか？ラインは今回あの本当はあのフロロの3ポンドとか細いので飛距離出してたんですけど、今回は P の 0.4 ですかねにリーダーを4ポンドのやつをつないで、やってました、はい。初めて B 使ってましたけども、まあ普通に使えていいなっていう感じ。なるほど、ありがとうございます。何か質問ある人いらっしゃいますか？大丈夫ですか？はい、ではおめでとうございます。5位の石川さんでした。ありがとうございました。4位の鈴木さん、はい、1785g でどんな感じで釣ったんでしょうか、教えてください。今日釣れた3本釣ったところは野村ボートの、こっちから行って野村ボートの先の橋の左側の、まあ、ちっちゃいワンドが3つぐらい、あそこのゴミの中に、41g。グラブですか？お得意。4インチグラブ？今日だいたい 3.5 のカットテールかグラブかで、今日カットテールがなんかあんまなんか食いが良くないっていうか当たりがなくて、でグラブでちょっとゆっくりホールさせ、まあゴミの下をゆっくりホールさせるような形で、まあバイトが出始めたんで、それでまあそこで1本900ぐらいが取れて、で次がその反対側のこのベンドのゴミの中、なかなか入りづらいんですけど無理やり入れていくと、もうまあ400ぐらい。で次がインスタに入って橋の手前の、まあやっぱそういうちっちゃいワンのポロポロあるんですか、そこのゴミが溜まってると、はいはいはい、まあいろんなところ、そういうところをずっとやってて、ゴミ周りを打ってたような感じ。ゴミしか入れないですね。ノシンカですか？2g 2g、のテキサス、テキサス 2g のテキサス、はい、ベイトフィネス、ベイトフィネスっていうんですかね、まあ、なるほど。大体それで、あ、そうなんですね、はい、まあ、よく聞くあれですね。あ、そうなんです。ちょっと参考にならないかもしれないですけど、グラムの2色です。あ、黒に青ラメ入ってる、021ってやつ。冬ディープで、そうなんだ。万能です。ディープもできるそうです。オールシーズン。ありがとうございます。はい、4位の鈴木さんでした。おめでとうございます。では3位、ババコウスケさん、1885g です。どんな感じで釣ったんでしょうか？はい、お疲れ様です。今日、まあ、雨も思ったより強かったんで、本当は川筋行きたかったんですけど、まあ、どうしても一番あるんで、まあ、ちょっと人も多そうだから、まあ今回西側で本湖メインでやろうと思ってて、で朝一もう対岸の岬入ったら、結構ライブスコープ見たら結構イケイケな数釣ってたんで、でまずヤマトクローラーって跳ね物で550で、ライブサイトで跳ね物、跳ね物で、はい、すごいですね。で、まあ、まだまだ結構映ってるんで、ただ少しレンジ下がったんで、次があのスイベルキャロ、あのビローラのエラストマ、ビローラ E、はい、っていうやつですか、の新しいやつですね。そうですね、スイベルキャロで釣って、でそれが、あ、最初のが550で、次も多分550ぐらいで、次にちょっと雨弱まったタイミングでちょっと弱い跳ね物のピクセンっていうので、400ぐらいの釣って、でもう一本なんか釣ったんですけど入れ替えになんなくて、で雨が止んでしまったんで、その後あのこの雨でできたインレットを欄干して、とそのインレットで多分もう一本
インベッドで一番でかいのかな、770ってのが釣れて、あともう一本また400ぐらいのが釣れて終了です。はい、どこにすごいですね。インベッドどこ？インベッドがなんか普段ないようなインベッド。雨で臨時でできるようなインベッド。はい、どこ？ポンコです。どの辺ですか？あまり言いたくないな。秘密のインベッド。あの秘密のインベッド。で終わりです。はい。はい。ありがとうございます。実際よりいいルアーいっぱい出てます、ね。はい。あの、はい、ぜひ使ってください。大丈夫。おめでとうございます。3位の馬場康介さんでした。では2位。田中小一さん、2240g でした。素晴らしいウェイトです。1本が 49cm、1665g、 すごいビッグフィッシュが入ってます。50ちょ目前ぐらいの、はい、すごいいい魚でした。どんな感じで釣ったんでしょうか。あ、はい、お疲れ様でした。雨が降っていたんで、雨が降っていなくてもなんですけど、いつも笹川しか行かないんで、笹川を登っていって、で広瀬に入る手前ぐらいのところに差し掛かったぐらいで一番雨が絶好調になったんで、そのタイミングでブルクラッドの 4.8 インチのテキサスリグをスイミングさせて、で表層でバタ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 やってたら下からこうハムってもバイトが見えた感じ、はい、浮いてきてバッって感じで食べてくれて、それがうまいことバレないで釣り上げられて、それが一番大きい魚で、あ、これは久しぶりに勝ったなと思って、いやいやいや、勝ったと思いますよ。勝ったと思った。あの魚は勝ったと思います。その時点ですれ違って、はい、結構いいの持ってますよっていうのはなんとなく結構教えてもらって3本揃ってますよってのも聞いて、あ、やばいやばいなっていう風になって、それから11時ぐらいまでアスピ鍋でのんき釣ったりして遊んでて、あ、でもなんとかあと2匹釣らなきゃいけないってなって、頼朝の前のワンド、奥まで入っていけるワンドに行って、はい、そこで、もう2匹釣んなきゃいけないってことで、ハイドアップカップで、参加賞でもらったスタッカーワイドのちょっと小さめのやつがあったんで、はい、それをフリーリグにして、フリーリグにして、そこずるびいていたら1匹キーパーが来て、で、あ、これ釣れるんだっていう風になって、そのまんま同じエリアで12時ぐらいまで粘って、12時ちょうどぐらいにもう1匹キーパーが取れて、はい、で終わりです。はい、それで帰着です。素晴らしいです。全体的にはじゃあギル系のワームが良かったっていう形になるんですかね。そう、ハイドアップカップとかで普段その山ミミズとかで表層の、はい、ボイルしてるのとかちょこちょこやってするのが好きなんですけど、はい、なんかどうにもそれだと20センチから25センチのサイズしか自分釣れなくて、ちょっと展開変えないと30センチ釣れないんだろうなと思って、今日はその、はい、ちっちゃめのギル系と大きめのギル系にしてみたらなんとか揃ったって感じでした。ありがとうございます。素晴らしいです。何か質問ある人いらっしゃいますか。テキサス何グラムですか。テキサスは、7か10、タングステンの、バレットタイプのちょっとぐちゃぐちゃに全部入れてるんで重さとかよくわからないんですけど、多分7グラムをペグ止めなしでフリーにつけて、ふわふわってさせる感じでした。はい、ジグストみたいな感じで。あ、そうですね、ふわふわ、はいはい、ジグストの、はい、テキサスバージョンみたいな感じ、はい、はいはい、よく YouTube でやってるような動かし方。あ、そうで、あ、具体的に言うと崩落があって、はい、
インデットが絡んでて、はい、そう思い出したんですけど、その濁りとの境目みたいなのがたまたまあって、で、さっきおっしゃってたんですけども、上の方はもう結構野村の H1 の方たちとかでビシッとなってたんで、あ、こっちも流れ出しできてるじゃんって言って投げてふわ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 やってたら、下からうわーっていう感じで連れてくれてラッキーな一匹でした。ありがとう。竿は、その49センチってやつはロデオクラフトのホワイトウルフの、17ポンドっていう、竿で、今日の展開だとまあ20ポンドクラスっていうもうちょっと固めのやつで、もうちょっと派手なポークとかやろうかなと思ったんですけど、なんか人もいっぱいいたんで1個落として17ポンドクラスで、その亀山でよく釣れるそのテキサス展開でやりました。はい、はい、ありがとうございます、うん、では2位の、田中浩一さんでした。おめでとうございます。では1位、宮内浩介さん、はい、4225g ぶっちぎりのウェイト、素晴らしいウェイトでした。ビッグフィッシュ賞が 54cm2600g と、もうどこをとってもぶっちぎりなんですけども、皆さん気になってると思います。どんなところでどんなルアーで釣ったんでしょうか、教えてください。はい、お疲れ様です。先週の TWE で、流れが当たる沈み物にテキサス絡めていくと30センチクラスちょい上とかそこら辺が結構当たるのが分かって、でそれを、まあ、今回上流が行けなかったので、もう H1 カップでなんでこっち側でやるってので、保留がちゃんと当たるベンドの外側の岬になっているところに沈み物が絡んでいるところっていうところをもうパン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 と打っていって、それでもう30ちょいちょいのが6時半7時ぐらいにはもう揃ってて、で、まあ、特例狙うために頼朝に行って、でその TWE の時に4月と同じポジションに魚が浮いてて、でもしかしたらと思って行ったんですけど、まあ今日は見えなかったんですよ。でそしたら先週頼朝で60釣った方がたまたまいて、そしたらその方がなんか話しかけてくれて、僕ここで60釣ったんですよって言って、でそれがいつも50アップ今年3回ぐらい釣ってるピンのポイントがあって、そこだったんで、もしかしたらスポーニング絡んでんのかなと思って、そこにそのテキサスをペット入れたらポールでもうドンと持ってってくれて、それが54センチでした。でもう7時半の段階でリミット揃ってたんで、一旦サイズ上げるためにささか登ったけども、人が多すぎてちょっと引き返して、で井の川行って、で井の川で井の川もだけど水温下がって濁ってて、もう魚いなかったん でちょっと下流のとこでのんびりやってたら、清水くんレジットのがいい魚を見つけてまして、でそれでで僕もちょうど見つけてたんで譲ったんですけど、向こうが先にタイムアップで上がってしまったので、それをちょっと最後ペットいただいてしまいました。すいません、いただいちゃいました。はい、ちょっといっちゃいました。でそれで終わりです。なるほど、はい、なんかカレントが当たるところっていうのが結構ミソだった気がします。今日結構雨降って、はい、ダムもそれなりに放流して、はい、なんか潮目みたいな感じで出てましたもんね、カレントが当たって。で、まあ、バンク沿いっていうよりはちょい沖の沈み物って感じですね。もうバンク一切打ってないです。バンクじゃなくて、はい、出てきてるところですね。ちょい置きのやつを全部やってって感じです。テキサスは何グラムの何ですか？それちょっと秘密にしたいです。それ秘密だけど、重りはシンカーは8分の3です。8分の3、はい、で、ゲイリーのワームです。ゲイリーの、はい、ゲイリーのワームゲイリーのワームです。ゲイリーのワームです。ワームです。大きい、大きい、小さい。大きい、小さい。ちょい置きめぐらいです。小森さん。小森さんじゃないです。じゃない。じゃない。昔ながらのやつです。昔ながらのやつです。そうです。なんだろうな、うん、なんですかね、あれだな、結構意外なやつで、
定番だね。そうですね。昔からのね。さすがですね。ゲイリースタッフで、はい、はい、ゲイリーのマムで、はい、素晴らしいです。はい。なかなかこの時期でスポーニングの魚も取れないですね。そうですね。なんですけど犬川の取ったやつもスポーニング絡みだったんですよ。で多分そのよりとものやつは見えてなかったんでわかんないんですけど多分全く同じとこだったんでいつもいるところと多分プリですよね。こんな感じの魚でした。はい、すごいですね、春からビッグフィッシュ付けてスポーニングマスターという感じ、ね、もう、はい、魚の女ばっかり追っかけてます、ね、はい、はい、あと何か気になることサイトはサイトは最後の1本だけ。いつものいつもです、白のピンテです、ね、今日は。あ、白のピンテ、あの、あ、うん、いいです、あ、大丈夫です、うん、これ、うん、そうですね、いや、ね、あるんですよ。そうね、そう、言っちゃってください。あの、グローのピンテールが、その、振り絡みのやつ、めちゃくちゃ効くんですよ。もうちょっと短めのダウンショットでっていう、はい、そうっす、これぐらいですかって感じです。ショートリーダー、ショートリーダーっす、ショートリーダー、そうっす、で、バッキーだけでって感じなるほど、そんな感じです、はい、ありがとうございます、はい、優勝おめでとうございます。宮内さんでした。じゃあ一度お戻りください。